今の映像は何かって言いますとゴッホ美術館ピカチュウ限定カードを求め転売や殺到で配布中止イベント開始直後からオークションサイトで高額転売とされる事態ゴッホ バグゼロってことなんですけど、どこの国でもさ、この転売屋って一緒なんだなって思いました。あとまあ、みんなね、このピカチュウの限定のカードが純粋に好きなんじゃなくて、転売をしたいがために2つ持ってるんだよね。そうなるとこうやって、もう欲望丸出しの構図になりますよねで。転売っても絶対にさ、その悪いことじゃないと思うんだよね。なんとかっていうと、転売することによって、あの、 買えない人が買えるわけじゃん。例えば、味噌菌とか発売されてあの、転売、いや、転売するじゃん。でさ、簡単に買えるわけじゃん。味噌菌を本当に食べたい人が。ってことでさ、ただ、こういうね、なんか野蛮な感じだと、買い占めとかね、それが良くないんだよね。まあ僕もね、転売でなんか、ちょっとお金転がしたりしてるわけですよ。で、こういうね、なんか映像出ちゃうとさ、本当転売がさ、悪いことって、 なんか、イメージ下がるよね。やめてほしいなと思う。あと、あの、コロアキのね、チケット。あれは完璧法的に違法なんですよね。っていうことでね、まあ、最初にこの対策、寝らなかった合法美術館もいけねえんじゃねって俺は思いますけどね。まあ、以上です。どうもありがとうございました。